よし、行こう。危なかった。え？うん、トイレ行って帰ってきたらシャキってた。何か。うん、こうなっちゃうんだよな、タイトルというかダンジョン名が。もうとにかく走ってる。うん、お知り合いでしょうか。あ、でもサーバー違うか。よし、ちょっと待って、ちょっと呼吸を整えたい。うん、まあいいや、とりあえずやっていきましょう、どんどんと。うん、こう来て、こうだ。トライバーストでもいいか。さあ間に合うでしょうか。よし、まあ、特に問題はない。ここら辺のこの道中の攻略は見てないんですよね。まあ、見る必要もないとは思うけども。あ、そうか。こっちか。で、こっちをこう、どっちがいいんだ？まあ、とりあえず、タンクさんがターゲットしているやつをターゲットしましょう。で、こう来て。あんま意味なかったの今。で、こうすると。よし。このダンジョンというか2層はね、おそらく簡単。ボス見たけど。まあ、問題があるとすると、ちょっと回線が前回、あまりにもあれだったんで、変えています。変えているというか、まあ、普通は回線変えるといって、有線じゃないか、無線だったら有線に変えるのが普通なところなんだろうけども、僕の場合ちょっと有線の方に若干の問題があると思って、今回は無線でやっています。だから若干重くなるかなとは思うんだけども、前回のように突然落ちるということは多分ないと思うんだよね。あ、もったいない。とりあえず落ちさえしなければいい。多少のラグはあったとしても。よし、やっぱ道中は簡単だね、余裕だわ。で、このボスもね、そんなに難しい感じじゃなかった。立ち位置さえ間違っていなければ。結構比較的安全な場所ってありますよね。ゴブリンの模様と。なんか毒々しいな。グリーンワーとか、あいつ思い出すな。アウト。よし。まあでも、あ、始まってた。このボタンに触れてはいけないと。おそらくここが安全だよね。この辺り。誰かが踏んでしまったとしても、落ちてきたとしても、おそらくここには当たらないと。で、側面のやつ、針にも当たらないと。OK、間違ってはいないぞ。まあ、あとは、適当に。あ、すいません。あ、僕じゃないわ。そして食らうし。今の食らっちゃうとかなりの大ダメージが来るから、あの線にも当たらないようにしなければならないということか。ちょっと離れていた方がいいでしょうか。で、この真ん中にある3つのボタンは踏まないと。罠だから。ということでいいのかな。やっぱ、蹴り遅いわ。さすがに2層ともなると。天道編だし。で、裏か。裏の方からローラーが出てくるので、そいつを倒しましょうということでしょうか、確か。OK。なるほど、今のマーカーも僕は気をつけていかないといけないわけだ。こう来て。違うわ。こうか。じゃ。このローラーを倒さないと、ボスのあいつに攻撃が入らないということでいいのかな。ここもちょっと危ないか。で、こう来て。ドットを入れつつだな。ローラーもそれほど強くないか。ノックバックがかかるほどの距離ではないと、僕のいた場所は。で、頭割りが来たので入りましょうと。で、ローラーは倒せたか。OK。案外うまくいってるんじゃないでしょうか。少し離れるか。間違えたな。まあ、いいか。
このぐらいのアングルがいいかな。うん、でこうだ、よし。特に今、あ、でも敵の HP まだまだ全然残ってるな。これからどんどん減っていくんでしょうか。第一段階か。そうだね、この人の職業なんだろう。踊り子か。あ、いや違う、ん、うん、だとしたら接近というか近接の DPS さんがいないということはリミットブレイクが溜まったら撃っちゃっていいんでしょうか。私が、うん、撃てるんだったら撃っておきたいな。あまり喋らないで、あ、そっか、今のノックバックがあるとボタンに触れちゃうか、少し避けてるか。で、このぐらいの角度がいくか、多分。何か間違ってるでしょう。とりあえずこれからまた、あ、いろいろ範囲攻撃とかが激しくなってくるんで、そこら辺を見逃さないように。あ、これだ。あ、でも場所的にはこれでいいか、別に問題ないよね。うん、なかなかえぐいな。あ、でも結構アンチが多いんで、ここは全然問題ないぞ。これはリミットブレイクゲージが2つぐらい溜まったところで撃つのがちょうどいいぐらいかな、なんとなく。うん、そんな感じだよね。ん、なんだなんだ。あ、じゃあ危ねえ。あ、鉄球見えていたのに。ていうかもうそろそろ撃っちゃっていいんじゃないでしょうか。早いかな、せめて2、いや2溜まらないか。撃っちゃうか、撃っちゃえ撃っちゃえなんか撃たなくても良かったような感じだったけど、楽勝だなここは。じゃない、よしよし、うん、やっぱ思った通りここは簡単だわ。うん、僕このキャラ結構好きだけどな。なんかいろいろな思いが渦巻くこの天道編、いや違うわ、アレキサンダー編において、こいつは傭兵だから意外とこうあっさりとしているというか、うん、そんなところが。あ、そうだ、ミップ入れなきゃ。じゃあヒーラーさんに、でまあ特にいらないか、うん、行きましょう。ははは、サーバーをまたいだお友達ということでしょうか。うん、いいですね。で、全然回線も問題ないね。ラグもなかったし。ん？ああ。守備よく昇降機を奪ったようだな。うん。一気に管制室を制圧するぞ。あ、だったらもうこれ、収録というか、録画してるときはこの環境でいいわ。今後も。よしよし。ランドロックス、うん、生きてはいるという状況でしょうか。うん、うん、まあでもここら辺は読まれてるのかな、未来を。ほうほうほう、ヤシトラの目にはどう映っているんでしょうか。真下には万神のコアがある。膨大な量のエーテルで満ちている。ほうほう、ん、そう、今なら時の翼使えるゴム。過去に行って悪いことみんななかったことにできる。ほうほう、でもそれは無理だよ多分。うん、うん、ラウンドロックスは大丈夫。行く五分、時の翼で3年前へ。3年前。あ、
ほうほうほう。ん？うん。これはこのアレキサンダーごと行くんでしょうか？それともミーレさんだけが行くんでしょうか？はあはあ、なるほど。ここら辺でこの FF14 の時間の取り扱い方ってのがわかるか。うん、つまりこれで過去に戻ってなかったことにしてしまった場合、今まで僕たちがやってきたこのアレキサンダー編の全ての出来事がなかったことになるわけだよね。あの空間内だけがなってんのかな。ランドロックスが蛮神の最終機能を発動させた。俺たちごと、俺たちはこのデカ物ごと過去の世界へ向かってる。はんはんはん。過去。いや、これからこのグレンじゃない、漆黒を進めていく上で、このシーン出てくるかな。このドラえもんのタイムマシンに乗ってるような空間。3年前の過去に戻って3年前の、ん？あ、そうか。3年前に一瞬見たっていうのはこいつのことか。ランドロックスが。ラウンドロックスか。やっぱ時間の取り扱いは理解するのが難しいわ。で、3年後から来た蛮神が現れると。あ、ここで召喚したと勘違いしてるのか。僕が勘違いしてるのかもしれないけど、これは今我々がね、まあやっぱそうか、我々が乗っているアレキサンダーと。お、何でお前がいる。青い髪、3年前のミーデたちか。本当に過去の世界に来ちまったのか。隣に、敵のボスさんがいるけど、あれ違うのかな。あれ、あれ、もしかしてさ、この記録屋ってあのボスと同一人物なのかな。ん？あ、やられた。封印。はは。で、吸い込まれると。ダイアン。やっぱそうだな。だからこいつの言葉に反応しなかったんだ。猫は、猫じゃないけど、クワールか。なるほど。
で一人残されたと。うん。でもここにバックリックスがいたわけだ。バックじゃないわ、なんだっけ、ラウンドロックスさんが。なるほど、ここが回っていたわけだ。繰り返していたというか。うん。一瞬にして全てがなくなってしまったわけだ。うん、ミーデさん。状況は変わらなかったな。うん。早いな。そこら辺の描写はなしか。我らは貴様の仲間殺し、現代に帰った。貴様らの仲間殺し、すべて未来の記録に、これこそが事件の真相。定められし未来に記されし事象、すべて再現された。され、理想世界へ至る時の輪は完成を見た。時の輪。このセリフなんか推奨校が言いそうだな、この先。いや、もしかしたらそういう世界の輪を何回も何回も繰り返して今があるのかな、推奨校は。で、最後の抗いとか何とか言ってたもんね、推奨校。もしかして失敗を何回も繰り返してるのかな。さっきも言ったけど。うん。よし、こんなところにあるんだ。取っておきますか、せっかくなんで。見渡すだっけ。見渡す見渡す見渡すはどこだ。見渡す、あ、これか。見渡す31。うん、あ、でもバックリックスいるな。こっちもいろいろ大変だったか、ウェッジ。うん、特にこっち側に行けたりとかはないと。うん、なかなかいい景色ですね。いや、雨が降ってきてしまった。うん、ミーでまだ巨人の中、全部ラウンドロックスのせいだから戻って助ける。うん。お、ジェシー。来るか。船を迎えによこせってな。あ、じゃあ、ここの突入するときにジェシーもいたのかな。なんか、宿屋も記録の、あれ見たんだけど、突入するところのシーンがなかったんですよね。3年前の悲劇は計画通りに引き起こされてしまった。敵は知っていたんだ。奴が未来から来たという話は、どうやら本当らしいな。記録屋なんじゃないの。
ミーデは蛮神に恋人の魂が囚われていると信じていたんです。でも実際は、彼女の恋人は暴走した蛮神のエネルギーにされたのよ。ははは。その魂が生きるなんてことは、おとぎ話の中でしかありえない。なるほどね。よし、今日は酸素もいけるぞ。待たなきゃいけないけど。ジェシー。あれ、猫がいないな。あ、そっか。あれは過去に置いてきたままか。あ、待て。ラウンドロックス疲労で限界。イディルシャイアで休ませた。そしたらなぜか代わりに俺様、ミーで助けに行く羽目に。お？そこで何か起こるか。ビックス。指数崩壊。こうなることを敵はあらかじめ知っていた。未来は決まっていると奴は言ったらしいが、親方は挽回の目はあると見ているぜ。何よりでかいのはラウンドロックスを取り返したことだ。もう時間が戻される心配はない。一気に中枢を落とせば敵は再起不能ってわけだ。追い込まれてるのがはどっちか、青の手に思い知らせてやろうぜ。そうだよな。だってバックリックス、この話の全てを近くで聞いてたわけだしな。関係してるし。 OK。もうちょっと早く気づけたかもしれないけど、まあ。記録屋のやつが親方を迎えに行ったんだな。ラウンドロックスの宝物は俺が見張ってる。考えようによっては俺たちは過去を変える手段を手にしたとも言えるわけだが、さすがに二度目を試す気にはなれないな。リスクがでかいからな、過去の改変は。わかった。これや、イディルシャイアに戻ったらいるかな。さすがにいないか。よし、じゃあ第3層引き続き待ってみるか。